今日の日付は12月29日、2018年です。異星人様遠隔ヒーリング、今日のお題目は、アンドロメダ様ご一行によるエナジートランスファーリセットです。ということで、もうすでに1時間ぐらい前から始まっているので、体が温かくなっている方はもう入っているということで、前倒しで、とにかく、いつ、まあ、とりあえず、今回アンドロメダ様なので、ちょっと頭の周辺に、いろいろ起きるのではないかなと思いますが、やってみないとわかりません。ちょっと待ってくださいね。大丈夫じゃないですね。もう1時間前から繋がってたら大丈夫でしょう。何も考えなくてもっていう感じですけど。はい、わかりました。呼吸はいつものように、可能な限り長く、深く、ゆっくりと、今呼吸をしてみて、どこまで空気が入るか、呼吸をしたときに胸を広げたときにどういう反応が起きるのかを、ちょっとこう可能な限り深く吸い込んでみて、その状態をちょっと確認してみてください。もうすでに横隔膜の下のところ、脾臓、膵臓の周辺で変化が始まってますが、可能な限りほど気の緩めの音。で、もうすでに冷たい感じですよね。ホットフラッシュ的な冷たいのがさーっと上がってくる、暖かいのがさーっと上がってくるときのことが始まってますが、もうこれはもう多分だんだん進んでいると思うので、もう気にせずに。でとにかく体感、反応ですね。一時的なものです。どのうち、これのヒーリングを受けている一時的なものなので、反応せずに、意識をどーっと高いところに自分からどんどん離して、自分のボディが受け取っている、まあ、受け取って出てくる反応を眺め続けてください。達観し続ける。で、そこにしがみつかずに、とにかくもう手放しの緩めのほどきのを続けてください。で、今のところ感情的なガッと大きいのが分かってきたんてしないので、多分むしろ頭の周辺の挑戦始まる時にちょっとぐらついたりだとかする可能性はあるかもしれませんが、先に進んでみないと。でとにかく、今のところは2、3のフィラメントのところ、お腹のところの感覚をぐっと引っ込めたり、プランダーさせてみて、どこで反応が起きているのかを確認しておいた方がいいですね。より2、3の周辺のコアのところから、アライメントというか、整列が起き始めます。背中の方でも温かい感じが起き始めている。人によってはハートの裏側からでもガーッと温かくなって反応が出てくるかもしれないです。でもこれはもうどんどん出てくるものなので、もう気にせずに、こう温かくなり始めるのもかばってこう奥行きがあるので、表面的なところがどんどんコアのところに移っていますが、こうなんとなくコアの部分が温かくなり始めたかなっていう感じのポカポカ、もしくは熱い感じですけど、もうバンバンじゃない、もうそのままガンガンやってくださいと。首の周辺が一時的に、こう、なんて言うんでしょうね。スカスカするような感じっていうか、いつもとは違う感じになるかもしれません。気にせずに。で、5のフィラメントとかも、まっすぐにまっすぐにまっすぐに揃え続けてください。で、呼吸は可能な限り、ゆっくり。まだ序の口だから、これまだ全然、こんなの多分序の口だと思う。1時間前から受け取ってる人受け取ってますけど、俺まだ下準備段階なんで、今からガンガン始まってると思うんですよ。はい、背骨を意識して、はい、1、マイナス2、1、2、3、4、5、6、7、8、9ぐらいまでのフィラメントがまっすぐに並んでいるように意識をしてください。で、
背骨をまっすぐに、横から見たときに垂直になっている形が理想的です。人によっては下腹をぐっと、お尻と下腹を、きゅ、お肛を締めて、下腹をキュッと引っつけ、磁石で引っつけるときに、仙骨のところをまっすぐにし、その上にきれいにストーンと腰椎ですね。腰骨が伸びるので、胸椎、胸の骨もその上にきれいに伸びるの。多分、胸椎曲がっている方が多いと思うので、この体が斜めになる感じがするかもしれませんが、多分これも次第に今日、ゆっくりこう、整理整頓されていくのいいと思うので、あまり気にしなくてもいいかもしれないです。で、そのうち、頸椎ですね。胸椎が歪んでると、頸椎もそのまま歪んじゃうので、で、ここもまあ、今回あまり気にしなくてもいいみたいですね。で、とにかくまっすぐに力を抜いて、脱力し、手放し続けるので、頭はやや上に引っ張られるので、顎はやや上に気にするので、その姿勢を可能な限り。で、おててマークはまだ出てません。アンドロメダあんまり出さないかもしれない。おててマークが出るのはリランかクレアリアンか。まあ、その他も出しますけど、リランは多いですよ。はい、背骨のところですね。ハートの4の下のところですね。背面とかで反応するかもしれないです。そのまま、ゆっくり呼吸を続けて、背中に張りが出てる感じがするとか、なんか背中がバリバリするとか、張ってる感じがする。一度その状態をこう把握すると、今この状態ですと、でこの状態なので、はい、もう画面を作り直してくださいと、でも渡しちゃう的な で、はい、鼻の上のとこですね、喉の上の方だから、頭の中の老廃物を降り始めてくると思いますが、ここも顎を下げずに、顎はやや上向き、気持ち上向き、自分の上よりもちょっともう一段階上に見るのでちょうどいいと思います。で、ゆっくりゆっくり降りてくるので、口が出せない場合はもう飲み込んじゃうと、その通りな感じです。はい、そのまま、はい、マイナス2から9までのピラミッド、はい、まっすぐに並んでいますと、そのままどんどんまっすぐにまっすぐにまっすぐにまとめ続けてください、まとまりますと、まとめなさいと、自分のそのピラミッド、はい、まとまりなさい、まっすぐになりなさいと、命令口調ぐらいでちょうどいいです、自分のものなので、誰かが。はい、とにかく、はい、まとまりなさい、まっすぐになりなさい、中心の軸にどん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 揃いなさい、で、それだけもうインテンションに続けると、人によっては背面、肩甲骨の周辺が痒くなったりバサバサしたりするかもしれませんが、気にしない。バサバサするときはそこのものがこう振り落とされてる時なので、そこでもう驚かない、もうこんなのダメなのが起きてるので、多分これ経絡ですね。膵臓のラインのところですね。ところで、こう、ちょうど脾臓の位置のところでぐるっと反応を経絡するかもしれませんが、人によっては、そこの状態が悪い方は。はい。で、どうも、はい、どんどんここで起きてますと、どん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 そこ修復してくださいと、整えてくださいと。首筋の下側、左も右も、左右と左もかな。で、上の方か、胸の上の方ですね、ここ動かしてみて、硬い方、もしくは筋がこわばっている方、で、ちょっと動かしてみて、人によってもパキンパキンとか言って音を立てて出血しちゃったりするかもしれません。で、とにかく今の状態、はい、この状態ですと、首の周辺の状態はこれですと。動かして回してみて、で、自分のその張りなり、凝りなりを確認して、はい、この状態からどん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 動いてる状態にクックしてください。はい、鼻の中が詰まったような、気持ち詰まったような感じになるかもしれませんが、多分ここも次第にどんどん鼻のところを通って、もう左の方を通り始めてるので、
で、もうとにかく顎は下げずに上に向けたまま。はい、そのままゆっくりと呼吸を続けの。脱力し続けの。はい、背骨ですね。4の周辺、4の中心の前後のところで違和感が出てる方は、そこちょっとこう動かしてみるといいと思うんですけど、どのくらい硬くなっちゃってるか。で、硬い方は、はい、この方、パサパサです。と、どんどんもう逃げ通してください。逃げ通してください。と、気をつけてください。柔らかくしてください。はい、また湯気が上がってくる感じ。冷たくなって、暖かくなると、ホットフラッシュ的なことが始まるのかもしれませんが、もう気にしない。起きてきたらもうラッキー。ちゃちゃちゃ。はい、そのままどんどんやってください。と、エネルギー数値のちょっと外側のところかなり微細にやってるみたいですよね。はい、背骨の上部、4と5の間ぐらいがこっち、気持ちよくなったりするかもしれませんが、もう気にせずに、とにかくもう観察し続ける、達観し続ける、それだけでも、はい、ここでこんなことが起きてます。と、腰、背面、右側の、これよくも腰が、腰の下でこう痛くなるところありますよね。この辺の反応が大きくなるかもしれません。時々動かしてみると、で、立ちたい方は立っても構いません。で、椅子に座っている方は必ず椅子に座っている必要はないです。横になることは進めませんが、結果不差、ロータスポジションにやりたい方は別にそのままどうぞ。ただ足が痛くなる、ロータスポジションの場合、血管封鎖の場合は、ちゃんと正しい位置に固定されるまで、こう正しいスポーツを探し、ポカンとこう、そこにずっと痛くない状態で入っていけるように、安心性に不足を置いていく。はい。左首筋の背面です。背面左、首筋背面左側の次のところで、また、尾骨の周辺、恥骨か、尾骨じゃない、恥骨の周辺でも反応を受けます。6のフィラメントを意識して、はい、6のフィラメントをどんどんまっすぐに揃えなさいと。5と6の接続のところ、接続とかその境目のところですね。6と5、6の周辺のフィラメントをどんどん統合しなさいと、インテグレーションしなさいと、まっすぐに続けなさいと。はい、左首筋でも反応が少し強くなるかもしれないです。右目の周辺、上の方でも反応が出るかもしれない。右目と左目の感覚、感じが違ってくるかもしれませんが、気にせずに。はい、鼻の上の方の内側ですね、ぐるっと圧がかかっているような感じになるかもしれませんが、気にせずに。ハートのフィラメント、前側ですね、少し痛い感じが出てくるかもしれませんが、出てくる方は、はい、どんどん整えてくださいと、ささくれてる状態からどんどんスー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 ってなだめて、整えの柔らかくし、のまとめのを進めてくださいと。で、肩を脱力して、
あくびの周辺をより脱力して。4、3、4のところを、まっすぐに戻し続けなさい。イオンのフィラメントによりエネルギーが貯蔵できます。人によってはゆっくりゆっくり温かくなる感じが出てくる。3と2の間のところですよね。のところでもまだ粉が起きてますよね。人によっては2と3の間のこう脇側とかで両脇側というか、で温かい感じがこう出現し始めるかもしれないですね。まあ温かいところはもうどんどん出してるよ、どんどんやってください。と。はい、またホットフラッシュ的なことが起き始めるかもしれません。はい、とにかくも脱力シーンの任せを手放しに行こう。はい、フィラメント、マイナス2から9までまっすぐにシーンの慣れの命令シーン。お腹の中ですね、腸の中のこうガスの状態とか、ガスの動き始めたというかもしれません。筋肉性質に。はい、ハートの背面側でザラザラする、これザワザワするっていうか、ささくれな感じが出てる方は、はい、ここどん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 修正してください、なだめてください、まとめすぎて、ささくれてる状態から次にと、くるんくるんの状態に戻しなさいと。胸椎、上部、頸椎、下部ですね。首筋のクロスセクションのところです。はい、後ろ側を意識して、そこの状態を把握し、首を動かすなり、肩を動かすなりして、今この硬さで、それにポーズに怖がってます。どんどん動かしてください。どんどんキープをしてください。ハートのところでもジリジリジリな感じが出る方は、もうそこでも脱力シーンを、まっすぐに、なりいの、このいいの、そろいいのっていうのをどんどんあるの。なんかもう多分まとめると、まっすぐに戻すと、ささくれてない状態にどんどん戻せ。はい、人によっては目を閉じているときに、まぶたの裏にこう回転する光の筋とか、外に飛んでるという感じで、見えるとか見えないと気にせずに、そこに無駄な意識を使わないと、見えるときは見えるし、見えないときは見えない。で、とにかく、もうそれも、そういうのも達観しても眺め続けると、もう見る見えないにこう、今日、一喜一憂しない。4のピラメント、3、4、5ぐらいですね。3、4、5、はい、どんどんまっすぐに揃いついてください。
鼻のところがね、とどまってる方は、顎を下げずに、あと上に上げたまま、はい、どんどん下に降りてきなさいと。で、その止まってる感じがするところ、はい、ここで止まってますと、どん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 薄くして、薄くして、どんどん動きが薄くして、どんどん落としてください。まあ、ちょっと右、頭の右側、上の方でぐるっとなんか軽く痛い感じで、ちょっと頭の中の、まあ、やっぱり右側ですね、ぐるっとなんかこうゆっくり動くような感じで、もう驚かすという、はい、どんどん調節してください、どんどん動かしてください。はい、左が顎関節、左の奥歯のところでも軽く曲げてもらうかもしれません。人によっては太もも内側がわさわさするけど、もそもそするような感じがするかもしれません。筋肉の、はい、ハートの周辺でエネルギーが作られ始めている方は、はい、どんどんまとまりなさい。分散せずに、フィラメントの近くに集まりのまとめのこうフォームっていうか、その形をどんどんまとめ続けなさい。縦的にはそうってまとめ続けなさい。人によっては鼓動ってハートビートなど、ドクンドクンみたいなのが、いつもと違った感じで、こう、全体に伝わるような感じがする。頭の上、前頭葉の上の方もじゃあ100円の前の方ですよね。ちょっとまたこう軽く反応が変わり始めるかもしれませんが、気にせずに、はい、どん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 調整してくださいと、整えてくださいと、動かし続けてくださいと。はい、穴の上の方でぐーっと圧力が増す感じがあるのかもしれませんが、今この圧力、このなんていうそのとどまり感、こんな感じですというのも、はい、認識し、はい、どこどん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 通してください。はい、額の中央よりやや上の中央縦、やや縦が高の2、3センチぐらいのところでぐーっと圧が上がるような部分的に、こちらにくりくり入ってくる感じがすることがあるかもしれないです。お気に入り、静止に、はい、どん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 きれいにしてください。どうしてください。はい、右、頭右側、こめかみ周辺でこう痛みって時、こう、こうみたいなのが始まるかもしれませんが、気に入り、一時的な反応なので、はい、より第3の目の周辺ですね、下垂体の周辺の調整が入ります。下垂体の上のところ、まだ下まで行きました。上っていうか、はい、鼻のです、鼻ですね。鼻筋の内側の、目のと内側の目の高さのところから、歯の高さのところまで、ところまで、なんか歯を置き始めるかもしれませんけど、歯の筋肉、人によっては、
機械の上上の方ですね、100円の前側、前頭葉上の方がゆっくりゆっくり気持ちいい感じになるかもしれないですね。はい。で、法廷に始めてる方、特に肩とか背中とかの方は、もうどんどん、こう、均衡化っていうか、まだらな状態から、どんどん、こう、均一してる状態にどんどん移動していってしまいます。で、額の、もうこめかみの周辺ですね。で、緊張感が出てる方、なんかグッと反応が出てる方は、より、そこに意識が出て、ほどきなさいと、緩みなさいと。拡張したいみたいですね、ちょっとね。でもこれやっていくと、頭の形も変わっていくから、本気で、本当に変わっていくから。元からこう頭の骨がこう歪んでる方にやってると、どんどんってこまっていきますね。だって成長されていくようですね。ああいうところでちゃんとやっていく。人によっては、7の上ですね、8のところのフィラメントの感じとこう分かり始めるかもしれません。なんとこれ頭の上にもう一歩続けててます、ってことが分かりやすいかもしれませんが、8のフィラメント、どんどん中心に戻りなさいと。7、8をきれいに接続し続けなさいと。で、こめかみの周辺、耳の上のところですね。で、そこで反応を気づけている方は、ここはちょっと難しいところで、ここをほどくっていうのは、でもだいぶ、そこの周辺ほどけというメロディーと。ちょっと筋肉通ってるんですけど、あまり意識して使うエリアではないので。前頭葉上部の上そのままが続く気がする。鼻の内側、奥のところが衰退の場合は、でも違和感とか続くと思います。その気にしない。よりスムーズに流れるように。でも、やってくるものって、落とされるものより、こう楽にスムーズに受け取れるように。体を縦の軸に、経絡的に2つの経絡がこう入って、メインのメジャーに入ってるんですが、そこの状態可能な限り。ふくらはぎとかで、ふくらはぎとか筋肉反応とかで、筋肉反応とかで、人によっては足の甲が涼しくなったりするかもしれないです。もう頑張ったら、どんどん綺麗にしてください。1、2、3、4ぐらいまでの、ピラミッド、どんどんまっすぐにして、どんどん強化しなさい、整えていきなさいと。ふくらはぎの反応が今より出てくるかもしれませんけど、そこでこう緩める、そこで縮めるに逆に緩める。で、足先、足首から下ですね、よりこう気持ちいい、涼しい感じが出てくるかもしれません。一度なんかブラブラ、ブラブラ振ってみたりするといいかもしれないですね、これ。ですね、誰かからコードがつながっちゃってる感じがする方は、もうこのチャンスなんで、コードもうどんどん引っ張り返してくださいと。根元からきれいに吸収すると、いらないところをどんどん落とすし、引っ張り出しの、で、穴を埋めの、ガンガン引っ張り抜いてくださいと。
何どこから食いつけるのか誰とついたのか分かんなくていいですね。だからなんとなく分かる、なんとなくこう、行動的な動きが感じられる方は入ってくるので、ガンガン処理してください。4のフィラメントにもう一回意識を当てて、はい、まっすぐ、はい、軸に揃いなさいと。で、フィラメントの周囲をきれいにきれいにお掃除し続けなさいと、まとめていけなさいと。左顎の周辺でも違和感が出てくるかもしれません。はい、首筋上後頭部の下のところとかのテンションが動き始めるかもしれませんが、動き始めたら、出てき始めたら、はい、後頭部と、緩むと、任せます、手放しますと、どんどん状態変えてください。まあ、左首筋、後ろ側、もしくは横側に反応の取り方は、もしくは横どんどんで、それに沿って左の顔の側面というんですかね、こう長く続いて上まで続いているところに動くかもしれませんが、はい、そこの長い頭の上から顔の横側の首の横筋の出方に息のかなり長い筋肉が重要だと思います。初めておりますが、はい、それどん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 緩めなさいと。はい、右の耳の穴の中でも反応が起きるかもしれないですね、筋肉線。人によっては下、ベロですね、下の先の方とか部分的になんか反応出ちゃったりするかもしれませんが、気にしない。はい、5、6、7のフィラメントを意識して、はい、5、6、まあ4、5、6、7でもいいかしら。はい、4、5、6、7、はい、まっすぐに戻り続けなさいと。よりによっては左側肩甲骨の奥内側とかでも動きが始まるかもしれません。出てきたらもう緩めると、ほどく。
口の奥のところ、喉の上のところがこう、イガイガ感が出てくるから、はい、もうどん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 いらない、もう邪気出してください。マイナス2、マイナス1、1、2、3、4、5、6、7、8、9のフィラメントを意識して、はい、全部きれいにまっすぐに揃えなさいと。で特にあの1、マイナス1、マイナス2のところをきれいに揃えなさい。はい、でマイナス2、マイナス1、1、2、3、4、5、6、7、8、9のフィラメント。まっすぐに揃い続け、はい、フィラメントをゆっくりゆっくり光り始めなさい。縦にきれいに整列し続け、整列した状態で、はい、その光の針がね、ゆっくりゆっくり光り続け始めなさいと。あのホットフラッシュがちょっとなんか強いバーンと出てるかというかもしれません。7のフィラメント7の上の方と8の下の方を意識して、はい、7の上の方をどん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 整理整頓しなさいと整えなさいと。エネルギーインフィールし続けなさいと。まだらな状態からもうきれいに発光できる状態に戻し続けなさい。鎖骨の周辺で温かい感じが出てきている方は、はい、ゆっくり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 上に上がってきなさい。喉のところですね。あのハートのところ、はい、座骨のところ、はい、ゆっくりゆっくり上まで上がって、それ成功しなさい。あ、フィラメント6、7を意識して、あのその周辺の温度も徹底的にクリーンしなさいと。人によっては、6と7のフィラメントの周囲がこう回転しているような感じが入っているかもしれませんが、気にしない。頸椎上部、ちょうど、まあ、もう頸椎の上の方ですね、のところでの調整がゆっくり始まるようです。まあ、その可能な限り脱力し、委ねの動き、はい、もう自動調整でガン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 引っ張り戻してください。背骨で冷たい気持ちいい感覚ができている方は、はい、その気持ちいいのをどん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 真ん中に持って帰りましょう。それを続けてください。
まあ、目の周辺がなんとなくこう、ギョボッタイっていうんですかね、もうちょっと首元もないような感じがするところは、はい、目の周辺もどん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 目尻とか、まあ、ニヤニヤが出るとか、そういうところはどん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 掃除してるんですよ。今40分で120分です。上部6、7のフィラメントの微調整がさらに続きます。それによってぐーっとあの軸の方でなんか動く感じがするかもしれませんが、とにかくもう真ん中にもうガン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 照射続けてください。その周辺も徹底的にクリーンになってして、この絵の筋肉にスイング通りやすくするのをガンガンやってください。あ、胃が痛くなるところって下のところですよね。膝の下のところ、膝じゃないですか、膝か。縦型に膝から下のところにぐるっと動く感じがあるのかもしれません。頭が頭蓋がこうぐっと動きたいような感じがあって、動こうとしてる時に止めない自分で、はい、動いてくださいとか、もう手放しちゃったら自動的にゆっくりとガーッとこう自動的に動いて進むので、もう自分で止めずに任せちゃう。首が動く、頭が動く、体が動く、動きたいように動かさせてやる。首筋、上部、右耳、後ろ側とかでも気持ちいい感じで、はい、どんどんそこもクリーニングしてクリアリングしてください。とそのまま上の方の100円のどんどん上に上がっていくつもなんていうか縦の並びガンガンやってください。とで頭の中で頻繁に未来に行く方、もしくは頭の中で頻繁に過去に戻る方は、メンタル体のところが未来に行ったまま傾いちゃったり、過去に戻ったのを傾いちゃったりするので、はい、その手の方は、はい、どん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 メンタルのメンタルボディですね、どんどん今に戻ってきなさいと。はい、首の中の中心に、やや右側ですね、反応できる。はい、メンタルボディ全部今の時に戻ってきなさいと、未来から戻ってきなさい、過去から戻ってきなさいと、今にどん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 統合しなさい、再び統合しなさいと、インテグレーションしてくださいと。ハートのところの奥でちょっと痛い、ピンポイント的に痛い感じが出てくるかもしれませんが、はい、どんどんそこのものをどんどん開いてください。いっぱい出してください。
メンタルボディね、人によってはこうなったらいいな、ああなったらいいな、的な、まあ、ある意味空想っていうか、幻想っていうか、そういう感じの方が多い、癖がある方は、どんどん今に戻ってきなさいと。そこで、そこでこう、半分の幽霊のように出て、そこでその形を続けずに、今に戻ってきなさいと。あるいは後悔型のこと、ああすればよかった、こうすればよかった、だけど全くないですね。今に戻ってください。後悔先に立たず、そこに僕ちゃってる何もないのに、それ言っといても意味ないから、今に戻ってくださいと。全部を自分の中心の時にどんどん引っ張り戻し続けなさいと。ハートのところがちょっと熱くて汗っぽいようになってる方はもうラッキーって、じゃあどん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 そばになさいと。4の周辺で不思議な違和感が出ている方は、どんどんまっすぐになって続けなさいと。歪んでるのを、まっすぐに引っ張り、なんていうのこう、形成し続けなさい。なんか、うにゃうにゃな感じとか、歪んでる感じとか、しゃくれる感じですね。まっすぐに、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 作り直しなさいと。あと何か飲み込んじゃってるタイプの方、すぐキュッと飲み込んじゃうタイプの人、どん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 引っ張り出しなさい。もう飲み込んでなくていいんです。飲み込む人もいると思うんですね。飲み込んじゃったものがガン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 出て、出発しなさい。もう入ってなくていいんです。ここはあなたの居場所じゃありません。出てきなさい。肩の周辺、再び脱力し、首の周辺も脱力し、あと10分です。マインドが決められない方は、これをどうしようかな、ああしようかな、どうしたらいいかなとか、いろいろこう頻繁に頭の中から変わりやすい方、どん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 真ん中に戻りなさいと。ブレてる状態から中心にいる状態に戻しなさいと。振り子のように揺れるのではなくて、こう回転数的な、こう右を見るの、左を見るの、こう揺れるのではなく、中心の軸でこう見る感じ、戻しなさいと。あっちフラフラ、こっちフラフラの、その振り子の状態、
メトロノームの状態ではなくて、はい、まっすぐ自分の軸に入り、そこでこう、灯台のライトのようにこう見る的な、揺れなくてもいいけど、揺れちゃうともっと大変になっちゃうと思うんですね。はい、どん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 軸に戻ってください。はい、背中でも上半身ちょっともう暑いですで、下半身いろんなところ暑いですの方はどんどんクックしなさいと、どんどん湯気出しなさいと、エネルギーガンガン作り続けなさい。でハートの裏側ですね、ちょっと動かしてみてから硬さがまた出てきてると思います。硬さが出ていると、はい、ここ今こんなに硬い状態になっちゃってますと、はい、どんどんほぐしてくださいと、どんどん湯気通してくださいと。右顎関節の歯のところでも変化が出るかになるかもしれないです。より、5、6、7のフィラメントの調整が入ります。はい、5、6、7、まっすぐに揃い続けなさい。インテグレーション、統合を続けなさい。軸に戻し続けなさい。人によっては顔半分のところがこう反応が起きる、こうなんとなくこう変な感じが出るかもしれない。筋肉痛が、はい、どん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 整え続けなさい。肩の骨辺とかで暖かくなったり寒くなったりする方は、はい、どんどん進めてください。調整し続けの、湯で通し続けの、火を通し続けの、どんどんほぐし続けの、柔らかくし続けの。途中から入っていってる方は、最初から聞くおすすめします。後で再生することを何度も何度も反応が消えるので。はい、顎の周辺の緊張をよりほどいてください。首筋の後ろ側から首の同じ上部から頭の上の方にこう突っ張ってる感じで、こちらがいいんだけどかもしれません。はい、はい、そこに穴が残ってます。どん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 崩してください。第3ですね、横隔膜の周辺が高くなって安定し始めているところをどんどん安定させなさい。この状況は覚えなさい。この状態を常に作り続けてください。温かい安心、満たされのエネルギー状態をどん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 広げなさい。
どんどん縦軸に揃え続けなさい、まとめ続けなさい。あと5分です。1,2,3、まあ、マイナス2、マイナス1,1,2,3,4,5,6,7,8,9 意識して、はい、どんどんまっすぐに、まっすぐにし続けなさい。もう人によっては背中も胴体もガーッと丸太状態になり始めたっていう方いると思うんで、もう胴体全部がこうガシッとこう太くなってる感じ、ドシンとして丸太になってる感じの方は、はい、そのままその状態を作り維持し続けなさい。ちょっとあの肩のところまで残ってますが、はい、その感覚をどんどん育てなさい。で、あの肩凝ってる方、上がってる方、大体より脱力し、アートのところでじわじわじりじりが出てる方は、はい、どん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 マスカラ溶かしてください。指出してください。溶かして溶かして、だからもうあのだん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 溶かしてもうサイクルしなさい。もう終わりますね。もう終わりますよ。みたいな感じなので、まだ繋がってるから、まだ、まだ余裕がかなりあると思います。限度が出ます。もうすぐ閉じますが、はい。はい。まだエネルギーが、まだしばらく作り続けると思います、ボディソン。なので、まあ、わさわさ、いつものようにわさわさしない、ガチャガチャしない、とゆっくり、まあ、安静、激しい動きをせずに、ゆっくりと生活することを進めます。体がクックされているときに、ストレッチをする場合は、ゆっくりとやった方がいいです。早めにやらない。とにかく、ゆっくり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 、超ゆっくりやって、超ゆっくり戻すぐらいで、一度こう伸ばすのもおすすめします。ということで、明日は再びアンドロメダ系の、ゼニシアに頼み、お頼みしますということで、それではまた。